トヨタカローラ WRC、カローラ 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 WRC は、トヨタ自動車が世界ラリー選手権に出場するために開発した競技専用車、ワールドラリーカーである。カローラのラリー活動においては、年北米プレスオンリガードレスラリーで、ウォルターボイスの軽2代目カローラが、トヨタの WRC 初勝利を記録している。 また1974年から1977年までのトヨタは手27カロラルビンをメインに WRC 参戦している。1987年に導入されたグループ A 規定ではトヨタのラインナップに適合する車種はセリカのみとなり、1990年代前半の WRC で日本車として初めてドライバーズメイクス両部門を制覇するなど一台を 気づく。しかし、座るインプレッサ、三菱、ダンサーエボリューションといったより、コンパクトなモデルが、競争相手として現れると、セリカのロングノーズ、ショートデッキスタイルの大柄ボディは、大半のラリーの特徴である道幅が狭く、曲がりくねったコースでハンディを追うことになった。1997年により、ベース車種の生産台数が、 年間2万5000台以上に緩和されたワールドラリーカー WR カー規定が導入されることを機に WRG とハッチバック車の人気が高い欧州での各班も考慮しセリカから欧州仕様のカローラ AE111 型へとベース車を移すことが決まった規定ではエンジンが同車種にラインナップされたものしか選択できない中トヨタは 国際自動車連盟から同一メーカーのエンジンであれば搭載できる特例を取得し、これによってカローラのコンパクトなボディにセリカのターボエンジンと四輪駆動レイアウトを収めことが可能となった。トヨタはラリーカタルーニャのリストリクター寸法規定違反によりは1年間出場停止処分を受け、この期間を使ってカローラ WRC の開発が行われた。開発人は ダグベルトレーラーを筆頭にミスファイアリングシステムを初めて WRC に持ち込んだミハイル・ロスマンら、セリカに携わったエンジニアによって進められ、一年後の1997年に一号車が完成。当時、トヨタチームヨーロッパと契約していたフレディロイクスや、1995年以来の復帰となったディデオリオールらによってテストが繰りされ、1997年、 ラリーフィンランドでデビューした。短いオーバーハングが特徴の欧州仕様 E11 型サンドアハッチバックボディは日本仕様の8台目 E110 型カローラとプラットフォームを共有している。しかしコーナーでの挙動を抑えるためホイールベースは 2448mm に延長されている。丸いヘッドライトを用いたフロントマスクには冷却能力を向上させるために かつてのランチアデルタインテグラーレと似た、エアスクープが設けられている。また、挙動の安定化のためフロント、リアにエアスポイラーが設けられている。1997年モデルで一体成形だった。フロントスポイラーは、ミホソ路ロでの損傷が激しいことから、翌1998年の開幕戦、モンテカルロから分割タイプに変更された。 セリカの 3SGTE 型を引き続き使用した。タービンも同様にトヨタ製の CT20 タービンの改良型が採用されたが、セリカ時代の欠点だった完成モーメントを抑制するため、インタークーラーは水冷式から空冷式に改められた。エンジン本体はカローラの小さなエンジンベイに収めるため25度後方に傾けて搭載されたが、 重量配分は60対40とフロントヘビーでリアのトランクに設置された燃料タンクに燃料が満たされた状態でも54.4対45.6となった。デビュー以降もエンジンは改良され、1998年シリーズの終盤ラリーサンデモでは軽量コンロットを、そして1999年のラリーポルトガルからはアルテッサ用の強格ヘッド、ただし、 可変バルブタイミング機構は外されているを乗せたものを使用した。駆動方式は四輪駆動だが、デビュー当初はセリカ時代からのトルクスプリット 4WD システムを採用していた。1999年には他のライバルチームに追従して、前後、センター、リアともに電子油圧制御システムに変更された。セリカ時代に引き続き、イギリスの X トラック製だが、 新機軸として、ジョイスティックと呼ばれる、電子油圧制御のセミオートマチックトランスミッションが採用された。これは、ステアリング右脇にある小さなスティック状のレバーで、ギアの操作が可能なものだった。しかし現在のラリーカーに用いられている圧縮空気式ではなく、油圧式であったため当初トラブルが発し取り外されることが多く、ワークス参戦した2台がほぼ全線を通じてこの、 機構を使用できたのは、ラストシーズンの1999年に入ってからのことだった。またワークス撤退後の2000年には、有力プライベーター向けにジョイスティックのタッパドルシフトのタイプも作られている。1997年のテスト参戦を経て、より WRC にフル参戦。オリオールに加えて、カルロス・サインツがチームに復帰する。サインツが 開幕戦ラリー・モンテカルロで、カローラ WRC に初勝利をもたらす、オリオールは、ラリー・カタルーニャで優勝。ラリー・ニュージーランドではサインツオリオールが、ワン・ツー・フィニッシュ。サインツは、富ミ・マキネンからマイナス2ポイント差で、最終戦グレート・ブリテを迎える。マキネンが早々取りタイヤしたため、サインツの逆転王者が濃厚となったが、最終日の最終 SS で、エンジントラブルが発生して、 幻となった。また、オリオールもリタイアしたため、マニファクチャラー部門も三菱に逆転され、年間2位となった。はオリオールが終盤までチャンピオン争いに加わったものの、優勝はチャイナラリーの1回に減った。それでも、車両の信頼性が向上し、安定したパフォーマンスを発揮して、マニファクチャラーズ部門を制覇した。同部門のタイトルは、以来3回目。 この年をもってトヨタは WRC 活動を休止し、第1参戦への準備に向かう。ワークス撤退後も、翌2000年まで小規模な開発は続けられ、TTE のセカンドチームであるイタリアのプライベーター、グリフォーネから参戦したブルーノ・ティリーが、モンテカルロでワークス勢相手に5位に入ったほか、ハリ・ロバンペッラが、フィンランドでコリン・マクレーと接戦を繰り広げた末、 3位に入る、などの活躍を見せている。その後も本社はプライベーターに放出され、2000年代後半に入っても現役の競技車両が見られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。